はい、こんにちは、バートマンです。今日はですね、ギターベース、まあプロデューサーとかアレンジャーとか、とにかく弦楽器関係をですね使っている皆さんをお助けする10個の素晴らしいアイテムをご紹介したいと思います。もうこれを長年かけて作った僕のシステムですので、ですね、最後まで、ぜひご覧ください。必見です。はい、それでは一つ目の商品は、はい、ブーって言わないこのケーブルね、はい、サイレントプラグというのが使われております。はい、この途中のねスイッチがキルスイッチになってまして、音声を途切らせてくれるんです。プロッツっていうところから出てまして、僕のはジョー・ボナマッサモデルですこれですね、まあ実際、現場で使っているかどうかってなると、実は使っていないんですが、なんで使っていないかというと、このキルスイッチが壊れたりすると、どうしていいのかわからなくなるので、できるだけ、ステージの現場などではシンプルなものを使うようにしているんですが、例えば家の中でパソコンで作品を作っている時にギターを変えたいとか、ベースに持ち替えたいとか、アコギを弾きたいとか、そういう時にですね、いちいち、ブー、ブー、ブーってなるのめんどくさいじゃないですか。それのために、自宅ではこういうケーブルを使っています。ぜひ試してみてください。はい、二つ目はメンテナンスキットです。はい、こういう工具箱をですね、一つ買ってきて、いろんなものを入れておきましょう。はい。僕はまあ、いわゆる六角レンチ系。六角レンチ。ちょっと映像用に大きいの出しますけど、こういうね、六角レンチ。六角レンチを、まあ、ネックの調整や弦高を決めるためにですね、ちっちゃいのから大きいのまで持ってます。それとミディと、インチサイズで分けてます。海外のギターはインチサイズで、日本のは、ミディなので、はい、そこも注意してください。あとはね、ギター用の枕、ネックにね、こういうネックの場合に、ね、角度がついてますから、はい。それとですね、ギタリストの必需品、アロンアルファですね。アロンアルファはもう必ず持ってます。まあ爪を修復するときもできますし、まあいろんなものを修復できますよね、これ。それでまあドライバー関係、リーマーといって、ちょっと穴をさらに大きくしたりするものとか、はい、いろんなものを持っております。これをまとめておくとですね、非常に便利ですので、必ず1個メンテナンスキットを作っておくことをお勧めします。はい、次は、コンデンサーマイクです。コンデンサーマイク。じゃじゃん。はい、こうやってマイクが入っておりますが、僕がこれ愛用している MXL というところですね。990というシリーズなんですけど、これはもうめちゃくちゃ安いです。でもすごくね、音はいいです。ものすごく高級なマイクもありますが、とりあえずですね、試しにコンデンサーマイクというのをどういうものか買ってみてですね、自宅でもちろん録音環境がある人は、いろんなマイキングの位置とかをね、知るのにも非常に役に立つと思いますんで、ぜひ1個買ってみてください。自分の声を録音してみてもいいですね。どのぐらいのクオリティで撮れるか知っとくと非常に後々役に立つと思います。ぜひマイク買ってみてくださいね。はい、じゃあ4番目は静電気ブラシです。ギターが変わったからギターかと思いました。違います。静電気ブラシといって、よくねパソコンのキーボードをこう掃除する、こういうブラシあるじゃないですか。ワイヤーがある。これね、何にするかというと、こういうホコリが取れる、入るでしょ。ここをね、綺麗にするのにね、この人は最適なんですよ、非常に。しかもね、ボディも綺麗になる。あまり強くするとね、傷になるかもしれませんけど、ギターのホコリを取ったり、ピックカスを取ったりですね、あとエフェクターボードで、やっぱり少し靴で踏むから、ホコリがついたりするじゃないですか。それを取ったりするのもですね、綺麗になりますんで、ぜひこれ1個買ってみてください。じゃあ5番目は、だんだん、物が安くなってきましたけど、さらに安いもの。はい。スーパーの取っ手です。これ、よくレジ袋を持つのに、こう、手が痛くならないようにここに引っ掛けるやつです。はい。これですね。スーパーで、今ちょっとレジ袋がね、減ってきましたからね、あんまりないかもしれませんけど、もし近所のスーパーにあったら、こうね、手提げ袋に1個使って、これをね、保管しといてください。これ何にするかというと、テーブルとかにですね、これを貼り付けて、ギターが左右に転倒しない枕にするんですね。
まあ、ちょっと僕の使用例を載せておきますので、そちら見てください。はい。というわけで、意外と高級なギターで練習しようと思った時に限って、ケーブルを踏んだり、ケーブルが引っかかったりで、ギターがバチャンと倒れ、しかも、ちょっと飛び出してるボリュームノブとかにネックが当たってしまい、ベコッとへっこんじゃったりね、そういうことが結構あるんですよ。そういう悲しい事故を起こさないためにも、このレジ袋のですね、取っ手を、ぜひ、机なんかに貼り付けてですね、ギターの枕として使ってください。はい。ここにまあ、スポンジとかを貼ればですね、より安全性が高まると思います。はい、というわけで6番目は急に高級になりますけど、ロジック。ロジックはですね、アップル社が提供している音楽制作ソフトですけども、非常にもう昔と比べて低価格になり、音質も優れていて編集もしやすい、とてもやりやすいのに加えてですね、僕が一番おすすめしたい点は、ロジックはですね、他のソフトより何かやりたい、何か問題が起きた時とかですね、すぐに Google で調べると必ず答えが出てくるところが素晴らしいんですね。やっぱり Apple 社が提供しているので、情報がね、非常に多いですね。そこが一番安心です。昔はね、何か調子が悪くなったらお友達に電話して教えてもらったりしてました。しかも、それでも解決しない時には来てもらってパソコンの中をね、改造するようなことまでやってました。それから比べたらですね、今は本当にいい時代です。ロジックぜひおすすめです。7番目はギタープロです。はい。これはもう今7になってるのかな ?8 になってるのかな、ちょっとバージョンまでは覚えてないんですけど、僕はちょっと6を使ってます、まだ。あまりに OS を上げていくとですね、仕事で使っているソフトがあって、それが使えなくなったりすると困るんで、まだ6のままなんですが、タブを変えたり、五線譜を変えたり、簡単に作ることができます。非常にギター教材を作るのに適したアプリですね。自分がね、コピーしたフレーズとかをストックするのにもいいかもしれませんね。ぜひ使ってみてください。はい、8番目はクローバーコードシステム。これはですね、非常に簡単にバンドスコアというか箱譜というかメロディーとかも何も書いてないけどコードだけを打っていって進行がわかる、譜面が作ることができる、ソフトです。普通の音楽ソフトだとどうしてもコードだけを振っていくっていうのは非常に難しいんですが、このクローバーコードシステムを使えば簡単にコードだけを振った楽譜を作ることができますんで、ぜひ、試してみてください。はい、9番目はもちろんヘリックスです。はい。ヘリックス、本当に僕慣れてきて、非常に使いやすいなと思っております。これから後継機もいろいろ出てくるとは思いますが、やはりこのペダルの数も絶妙です。ちょうどいい。以前他の動画でも話しましたが、下に、いろんな音色の違いを出して、ここはエフェクターだけを切り替えるようにしてますね。例えば普通のギターアンプと同じようにモノラル1本の回線というのもできますし、もちろんレイヤーもできますね。一本はグリーン、一本は歪み、一本はモジュレーションがかかったやつとかつって、レイヤーがかかったような音色を作ることも非常に簡単です。これはもうちょっと手放せないですね。しかも、ボリュームペダルがついていたり、とにかくこの一台があればなんとかなってしまうと、非常に魅力を感じています。はい、10番目はもちろんこちらですね。D5。 これはですね、前も紹介しましたけど、接点復活剤なんですが、めちゃくちゃいいんですよ。今弾いた音色からジャックに一吹きするだけで、これを一吹きするだけでですね、一枚こうベールが剥がされたようなですね、クリア感があります。しかも木材や他のパーツを傷めるような素材で作られてないらしくって、非常に安心だと言われています。はい。それで僕も信頼してずっと使っています。なのでエフェクターのプラグとかギターのジャックとか、まあ全ての配線のプラグをですね、これでいつも洗浄しています。はい。というわけでいかがだったでしょうか。本当にただのものからすごく高価なものまで紹介しましたが、こういう細々としたアイテムで僕のギター生活は支えられています。本当に日々こういうちっちゃなものにですね、感謝しています。
皆さんのギターライフもこれで充実するといいですね。というわけで、もう最後になりますが、オンラインサロン駆け込みギターラボというのをやっています。オンラインサロンの中で様々な、中級者上級者ね、 YouTube ではよりもちょっと上のレベルのですね、レッスンなんか行ってますんで、ぜひ、概要欄の方からリンクをたどってご覧ください。それでは皆さんのアイデアもぜひ聞かせてくださいね。コメント欄にぜひ書き込んでいただきたいと思います。はい、これからもですね、皆さんのお役立ち情報をやっていきたいと思いますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。